攻略第63弾。今回は2021年5月から7月の京王線高架化状況を全面展望比較で見ていきましょう。このチャンネルでは元駅員のアゼロがドンキルのナレーションとともに駅での便利な乗り換え方法やトリビア、旅行の様子などを週1本程度不定期にお届けしますので、お見逃しのないようぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。通知設定もお忘れなく。京王線の高架化の概要は別の動画で詳しく紹介していますので、画面右上のカード表示からご覧ください。5月から7月の比較動画の後に7月分単体の動画をつけています。
ートは羊ヶ丘で各駅停車坂の作口行きに乗り換えができます。ご乗車の列車は次の調布で特急京王八王子行き各駅停車坂の作口行きに乗り換えができます。
この後、快速橋本行き26分の発車です。快速は羊ヶ丘で各駅停車坂戸作口行きに乗り換えができます。ご乗車の列車は次の調布で特急京王八王子行き各駅停車坂戸作口行きに乗り換えができます。お見逃しのないよう通知設定をご確認ください。まずはスマホでの通知設定をオンにしましょう。 PC ではこの通り、これで新着動画などがお知らせされます。